こんにちは、サイグサクララです。昨日 YouTube の2チャンネルの方に、クマが里に降りてきた本当の理由、今山で何が起きているのか、という動画をアップしたところ、速攻その日のうちに削除されてしまいました。それでやっぱりこのことは多くの方にね、知っていただきたいので、それで YouTube の方にアップしたんですけれども、もう仕方ないですね。あのメディアブルの方で見ていただけますので、もしね、あのよろしければメディアブルの方で応援していただけたらと思います。このクマさんの動画は下の説明欄に貼っておきますので、どうぞよろしくお願いします。